コウモリの歴史、片山広子。古いゲールの伝説に出てくるコウモリの話を読むと、昔の昔から彼は嫌われ者であったらしい。コウモリには色々の名があったらしいが、黒い放浪者というのが一番私的な名だと、その伝説の筆者は書いている。世界の初め頃、コウモリはカワセミのように青い色で、 胸はツバメのように白く、そして潤い深い大きな目を持っていたから、その目の色とひらめく羽の動きとで、きらめく火という名でもあったが、世の中が移り変わって、そのきらめく火が黒い放浪者とまでなってしまった。キリスト極難の火の出来事である。1羽のコマドが飛んできて、十字架の上に苦しむキリストの手から足から、 いばらのとげを抜こうとして、キリストの血で小さい胸を赤く濡らしているとき、コウモリがひらひらその辺を飛び回って、なんと私は美しいだろう、私が飛ぶのは早いだろう、と自慢らしく泣いた。キリストはお目を振り向けてコウモリをご覧なされた。すると、潮が引いてゆくときのように、青と白の色が、 コウモリの体から消えていったコウモリは目くらになり黒い体になってパタパタ飛んで折しも迫る夜の中に飛び入り暗闇の中に永久に溺れてしまったそれからは黄昏と夜の世界にだけ彼はあてもなく旋回しながら飛び回りなんと私は目が見えない私の醜さを見てくれと細い細い かすれた声ででくのであるその同じ話してから聞いたことでは、コウモリは雷のために枯れた木と稲妻との間に生まれた子供であるそうだ。また、もう一つ聞いた名は、誇り高き父の喜刑事というので、誇り高き父は、誇り高く華々しい天使、悪の父、サタンである。なぜコウモリが、 サタンの奇刑事であるかといえば、それもまた、極難にまつわる物語である。ユダが裏切りをした後で、木の枝でくびれ死ぬと、ユダの魂が嘆き嘆き、風に乗ってさまよい出た。すると、誇り高き父は、その惨めな魂を下げみ切って、この世に投げ返して起こした。しかし、投げ返す前に、誇り高き父は、その卑しいものをひねり曲げ、 幾度もひねり曲げ、444回ひねり変えたので、それは人間でもなく、鳥でもない、獣でもない、何よりも癒やしいネズミに一番よく似ていて、羽を持った生き物の姿に変えた。最後の日まで盲目と暗闇の中に住み、永久に呪われていいよ、と誇り高き父が言ったそうである。それで、たそがれのためらう者は、 手も足もない目も見えず、恐れ、疑い、ためらいながら、幽霊のような声で、死ぬ日まで、死ぬ日までと、泣き叫びながらさまよい飛ぶのだそうである。アルガイルのある地方では、コウモリはワシ、わしの三代、鹿の六代、人間の九代を生きると言っている。もっと、私的でない正確さで、感情した人があって、 コウモリのあの逃げ回る時間が13年で、一生の全部は33年だと言った。また、平均して21年の命だという人がある。リスモルの島から来た漁師の話では、コウモリの弱いですかそれはユダがキリストに接吻して、敵の手に渡したその時のユダの弱いと同じで、それより若くもなければ年寄りでもないんです。と、気安く答えた。 どの人も、はっきりしたことは言えないらしい。ある園庭の話したことでは、人間の弱いに感情するのには、まず、カエルの弱いは、ウナギの弱いの2倍、コウモリの弱いは、カエルの弱いの2倍、鹿の弱いは、コウモリの弱いの2倍、それに10年を加えると、普通の人間の弱いになるという話。ウナギの弱いが、大抵7年から7年半ぐらい。 カエルはまず15年ぐらい、コウモリは30年ぐらい、シカは60年ぐらい。この話を聞かせた人は、はてな、シカではなく、わしだったかもしれないよ、と言った。中国の美しい織物や絨毯には、いつでもコウモリが表されている。フックという字の連想からか、それとも別の伝説があるのか、いろいろさまざまな色で模様化されたコウモリが、 天なな風紀な姿に表されている中国のコウモリは服であり裏切り者のユダの連想などとはおよそ天地の遠さよりももっと遠いものであろう日本ではコウモリは裏切り者でもなくめでたい服でもなくただ実在の夏の生き物として夕涼みの取り合わせくらいに思われているが善でも悪でもなく美でも衆でもないようである多分 虫眼鏡で見たら、周回な姿のものかもしれない。この世にコウモリはいてもよろしいが、なくても結構である。